おもころをご覧の皆さん、こんばんは。ラジオ、言うてる間に言っちゃってるは、毎週水曜、世の中の様々な言うてる間に言っちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私、加藤と、そしてメイン MC の、長島と申します。はい、第24回、言うてる間に言っちゃってる始まりました。はい。はい。いや、もうね、言うてる間に、年末なんですよ。はい、いや、まだ、いや、もう言うてる間。まだ10月入った。もう言うてる間。ちょっと早いかな。ね、こうクリスマスとかちょっと早いかなっていうのもまだ、年末をね、やっぱ進めますね。否定してるのに進めますね。ぐいぐいですね、今日。いい、はい。いや、もう。聞きたいことがあって。はいはいはい。インターネットはいわゆるお決まり事として、その今年買ってよかったものみたいなのが、うん、みんな結構エントリーにまとめて、はいはい、リリースするみたいなのがあって。ハテブとか結構ね。そうなんですよ。上がったりしますよね。はい、はい、はい。で、結構ね、ちょっと大人の人たちは、うん、欲しいものが欲しいみたいな、ちょっとね、ことを言ったりもするじゃないですか。もう欲しいものがないから欲しいものが欲しいみたいな。最近ね、そうそうそう、もう大体買っちゃってるから。そうなんですよ。なるほど、なるほど。で、なんかやっぱり僕、みんなのおすすめ聞きたいっていうのがあって、はい。なんかこう、クルーのみんなに、今年買ってよかったものみたいなので、うん、ちょっとお便り募集して、確かに。ちょっと年末に向けてそこら辺ね、うん、なんかいろいろ発表していきたいなと思ってまして。確かに確かに。これだって、そのね、うん、まあ僕ら男性なんで、うん、まあ男が欲しいものっていうのはまあもちろんなんですけども、おっしゃる通り、うん、まあ、クルーのね、うん、女性。うん。が、うん、まあ男性だからこれは出さなくていいかなと思われるかもしれないですけ ど、うん、あえて多分ね、そういうことキャップは女性が欲しいもん。サイレントおっしゃる通り。でもそれ本当そうなんですよ。あえて女性が良かったと思ってるものも知りたいと思うんですよね。うんうん、そうそうそう。キャップに関してはこれ。でさ、例えば僕なんていうとね、うんうんうん、ちょっと例をいくつか出したいと思うんですけども、はいはいはい、僕ワイヤレスイヤホン。はい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 、これ別に昔からあったものなんでしょうけれども、はい、僕デビューが今年で、はいはい、なんかギャラクシーさんの記事かなんかでちょっと見たやってましたね。Bluetooth でそれで、ギャラクシーさんにお勧めしてもらったやつを買ったんですけど、うん、これまたよくって、はいはいはい、うん、これすごい良かったなと。さっきずっとしてますもんね。そうなんですよ。ずっとスキンヘッドでしてるからロボットみたいでずっと歩き回って。いや、そうなんですよ。めちゃめちゃ便利なんですよ。はい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 。あとね、結構僕がお勧めしたいのがその、うん、レターオープナー。はい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 。レターオープナー。そう、僕前から持ってたんだけど、もう家用にも買って、うん、会社用と家用にあるんですけども。まあデスクに置いとくという意味で。デスクに置いてある。はいはいはい。で、400円ぐらいで買えるんですけども、うん、いわゆる封書がすごいね、うん、気持ちよく開けれるんですよ。別に良くないですか？いや、いいねそれ、だから今度また僕封書持ってくるから、はいはいはい、ちょっと開けてほしい。すごい分かる。いいんですか、僕長島さんの個人的な封書開けさせてもらって。いやいや、まあまあそれはデモで作れるからね。デモで作れる。まあね、大事な、うん、まあ最近このイベントとかありましたから、はいはいはい、お手紙入ってるやつとか、ね、あ、そう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 、開けるときはいいかもしれない。そうなんですよ。僕どうでもいいわ、なんか、はいはい、ね、役所から来たやつとかはもう適当に開けちゃいますね、僕。それもね、うん、中の紙までビリっていきたくないじゃん。まあなかなかないですけどね。いや、ある。そう、だからそれは本当に気持ちいいね。否定されちゃったの、完全に。買っちゃうなんかあります？僕ね、今持ってきたんですけど、リュックなんですよ。はい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 。これ買っちゃう、めちゃめちゃ毎日アマゾン届いてるよね。そんなことないです。結構まあ物買うの好きなんでね。はいはいはい。これ無印の、うん、PC リュック、ちょっと話題になってたんですけど、すごい、PC を入れる袋があるんですけど、中に、はい、その重さをほとんど感じないという設計ですごい軽いんですよ。なので PC 持ち歩く時とかね、いいですし、まあ、あとこのペットボトル入れるところもちゃんとついてますし。やば。え、これでおいくら？これでなんと3000円。ええー、買え、絶対買え。本当に3000円、シンプルですしね、全然その、いや、めっちゃいい。どういう風に使っていただいてもいいというか。はー、これがちょうどいい大きさですし、確かにね、これはねすごく良くて、はー、素晴らしい。買って届いて、なんとダンチ、うん、ダヴィンチ恐れ山もちょっと色違いも買って、あー、すごい、これはね、いいですよ。あー、でもね、おそらさんくんの共感得るってポイント高いよね。そうですね。僕ね、全く彼に共感されないんですよ。今まで一度も共感得たことない。共感得たことない。真逆の人間、水と油。うん、はい、ね、あとね、うん、もう一個買ったのが、はいはいはい、今年ということで、うん、ですね、これですね。これですね。ちょっとこれ、後で画像でね、ちょっと見ましょうか、はい。ゴーグルですね。これ何用のゴーグル？これはね、ちょっとつけてみます。はいはいはい、はい。ゴーグル。え？だって、視界を奪われてますよ、このゴーグル。ちょっとつけてみてください。はい、え、全然見えないよ。それね、うん、見えないんですよ。え、これ、かっちゃんが塗ったわけじゃなくて？いや、じゃなくて、見えないです。すごっ。見えないんですよ。
え、で、ちなみにこれ、これ、中目黒の、うん、なんか雑貨屋さん、はいはいはい、が、もう畳むっていうので、うん、いろんなもの投げ売りしてて、うん、そこにあって、1000円ぐらいかな。あ、まあ、でも確かに、その異様なかっこよさはあるけどね。はい、なんかこう、なんていうの、レトロフューチャーみたいな。確かに確かに、かっこいいな、かっこいい。で、これ、まあ、全く見えないんですけど、うん、これなんか映画とかにも使われたみたいなこと言ってて、まあ、何の映画か全然知らないんですけど、作りすごいもんね。多分映画用に作った小道具だと思うんですけど、はいはい、これは1000円ぐらいで売ってたんで、はい、なんか買っておいてますね、ずっと。で、買っちゃってさ、はい、その保管コストって気にしない？そのさ、はいはいはい、置いとくにもスペースのさ、はいはいはい、いわゆるまあコストがかかってるわけじゃないですか、はい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 、でも置けないじゃないですか、買っちゃうのつけるから。もう置けないですね、僕家も置けないですもん、もうあの机があるじゃないですか、はいはい、机のもう天井近くまでガンプラが積み上がってますね。それはどういう見解ですか？いや、それはもう作るやつがあるんで置いてるっていう、はいはい、見解です。それ捨てはしないの？いや、捨てはしないです。だって作るために買ったんで。まあまあもちろんね。はい、だから作っていくと減っていくんで。はいはい。じゃあ、広いお家に引っ越して、引っ越すんですかね、今度は。いやいや、そんな予定もないです。僕はもう、物が溢れてる状態が好きなんですよ。そういうことか。はい、はー、なるほどね。すごいね、こう、なんていうんですか、もう、忽然と白い空間みたいな。うんうん、もうテーブルだけ置いてあるみたいなのが好きな人もいるわけじゃないですか。僕はもうできるだけ周りに、あ、なるほどね、おもちゃ屋さんみたいな状態のが好きなんですよ。なるほどね、はい、無印良品行くよりもやっぱりドンキホーテの方が落ち着きますね。あ、面白い、はい、はあ、そんな人いるんだね。なるほどね。好きなんですよ、雑音もある方が好きなんで、うん、そっかそっか、はい、静かなところが僕ダメですね。はい、いや、いいですね。だから皆さんの、うん、皆さん個人の、だから本当に自分の思ったものでいいですよね、うん、いや本当そう、私がこうなんでこれが良かったぐらいで、うん、そうだって買っちゃうのなんてさ、うん、ゴーグルなんて多分誰もね、共感得られないもんね。いやいや、得られますとか、かっこいいからこれ。いやいや、画像ダップしてください。絶対共感得れないよ。得ると思うけどな、うん、まあまあそういう感じで本当にいいんで、はい、私はこれ好きでこれがとても良かったみたいなものでいいんでね、うん、あのいろんな皆さんの趣向を知りたいみたいな面もあるんでね、うん、はいはいはい、そういうのじゃあもらえればと思います、はい、じゃあゲストもいるんでね、はい、今回も言うてる間に行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。言うてる間に行っちゃってる。今回はゲスト牧野裕樹さんが来てくれています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何がすごいねー、もう何もしてないじゃん今。まだよろしくお願いします。それしか言ってないですよまだ。でもやっぱり、というかオーラは、まあ、ぶっちゃけある、まあまあまあ、ぶっちゃけある見た目がね、そうですね。今日もまたバーカー出す。今日あのラジオ収録だっていうので新しいの聞きました。素晴らしいね。いちょっとこれ写真もね、いやすごいね。すごいすごい。関係ねえだろうとか言ってくださいよ。いやいやいや、見えねえよラジオとか言ってくださいよ。いやちょっと、まあ、いいですかもう。ごめんなさい、これもう本当申し訳ない。これだからもう今回はね、はい、申し訳ないからもう結論から言っちゃう。えもうね、トレジャーボーイ。え？何何？どういうこと？トレジャーボーイなんですよ。お宝がいつ。そう。で、これどういうところが。そんなことありました？それ。初めて聞きましたね。だいたいデスクにはいますけど、ね、あんまり冒険に行ってるイメージ。どういうところがね、はい、トレジャーかというと。トレジャーか、うん、トレジャーの、はい、みんなのイメージと、この実践のスキルの帰りがね、多分大きいと思うんですよ。なので、皆さんが知らないお宝がまだまだ眠ってると。僕はこう言いたい。うん、そのチッツさんの中に眠ってると、うん、そう、みんなが知らない。はいはいはい、何かっていうとですね、まあまあもうおなじみのところではその記事、うん、これはですね、もうお食い初め、うんうん、映画記事、うんうん、まあ、あと古くはうさ猫とかね、うんうん、これも数々の名物記事作ってて、もちろんそれ、はい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 、俺なんか当て感がやっぱ素晴らしい。これ個性がね、そう、他のライターとは違う、そうなんですよ、ところを攻めると、うん、はい、でも前職の僕ケンスーさんっていうね、うん、あの社長、はいはい、もうお食い初めの記事すごいですけど。すごいね。あのすごいっていうか、そうだ、お食い初めっていうのはあの僕が食べたことないものを食べるっていうだけの、ただそれだけの企画なんですけどね。食べてたものが少なかったんで、初めて食べるものが多かったと。
うん、それでもね、お見事なの、本当に。まあまあまあ、うん、ね、まあ、あれなんですけれども、はい、お見事で。でそしてね、はいはい、あで、かつね、その、筆も早いのよね。うん、ああ、そうマキノちゃんね、乗った時の筆がめちゃめちゃ速くって、随一だよね。で、それこそ、それは、自分の記事しかり、うん、クライアントさんの記事とかも含めてなんですけれども、もう早すぎて、うんちょっとクライアントさん疑っちゃうぐらい。っていう。計算合わないぞ。そうで、ただもちろん、はいはい、ちゃんとしっかり内容を込めてるので、はいはいはい、見てください。ああ、確かに内容しっかりしてるね。はいはい、みたいな感じで。はい、驚いちゃうと。驚いちゃうの、本当に。驚いちゃうの。そう。はいはい、でね、皆さん見えてないところで言うと、はいはいはい、これディレクター仕事。これがね、本当に達者でございまして、はいはい、この他の会社さんだったら、牧野ちゃんレベルって間違いなくクリエイターっていう職種になると思うんですよ。うん、ただそんな人がディレクターやってる、うん。で、クリエイター目線で進行できるってこれすごいでかくって、クリエイターならではのいわゆる統率力っていうのが持てたりとか、うん、あとクライアントもやっぱ説得しやすいんですよね。はい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 、あ、こんなに分かってる人が言ってくれるんだと。うん、で、なのでこう、出てもいますしね、そのおもころとかで。そうなんですよ。姿を。そうなんですよ。はいはい、なので、その、クライアントさんへのハマりもね、うん、すごくって、うん、まあ、ちょっとこれね、会社でも言えないですけど、いわゆるもう大物クライアントさんからのもうね、もうハートの掴み方がね、確かに確かに、うん、結構こう、何回か会社さんってやってるなっていうとこがあると、うん、結構、チッチさんが。そういうこと、そういうこと。うん、ね、リスナーの方から見てると。そうなんですよ。はいはい、そうですね。そうかもしれないですね。で、もうプライベート面も、うん、もちろん最高で、うん、その映画、うん、ゲーム、プロレスト、うんうんうん。これすごい多趣味で、うんうん、僕ね、バーグ1のリア充いや、これ思ってますね。なるほどね。そうですかね。そうです。結構そのネットの、その趣味のところ、いいとこ掴んでるっていうところもありますね。そうなんですよ。うん、はいはい。そう。で、あとはね、これもちょっと言っちゃ、営業妨害になるかもしれないんですけれども、これ愛妻家っていうのがあって。営業妨害なの？いや、でもね。普通営業妨害なんないじゃないですか。結婚のさ、はい、その、例えば結婚記念日で毎年さ、記念写真撮ったりとか、カメラマンさんにして、あとディズニーランドとか行ったりとか、でね、これ奥さんもお見事っていうのがあって、はいはい、なんかね、牧野ちゃんが結構大きな仕事を、うん、まあまあ、取ったことがあって、マキノちゃんの力で。その翌日の、うん、マキノちゃんの嫁による愛妻弁当が、うん、ウサネコ、マキノちゃんのウサネコにが、ドル箱、ドル袋。はい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 。を持ってるって。うわ、これお見事なんだよね。キャラ弁になってた。なるほど。キャラ弁でしたね。はいはいはい、そうはい。これだからね、そういうなんかちょっとさ、これプレゼント用のやつだ。肘をかけるなよってやつ。いや、本当にこのさ、ちょっと、勘がいいというかさ、はい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 、ね、奥さん、もろともやっぱ逆線がいいというか。もろとも。もろともって、爆発みたいな感じで。そうなのよ。だから本当にだからお見事。はい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 。で、これね、止まらないですね。まだ。いや、でもこれ、いや。結構なんかもう若、もう、過ぎてますからね、仕事の頃の話とかでもね、あれはこれね、はいはいはい、マジで7割ぐらいカットするよ。まあまあ、これでも、まあまあ、7割カットする。まとめましたからね、だいぶ。そう。でね、これゲスト、うん、クルーからも、うんうん、ゲスト、牧野さん呼んでっていう声もめちゃめちゃ多かった。本当ですか。で、特にね、今ラジオ初期初期、はい、の時にやっぱ多くって、ね、で、牧野ちゃんやっぱり最近さ、ラジオとかには出てないじゃん。ラジオは僕はあんまり固定、ね、固定ラジオは出ないっすね。そうなんですよ。なんでこう、声だったりとか、そういうのがちょっと聞きたいみたいなのがあって、うん、なんかお便りすごい多かったりとか、あともう最近も結構いて、うん、なんか中にはその地味ハロウィンで、はいはいはい、握手していただいたんです、ですみたいなことも言っていただいたりとか、もう本当に。なるほど。デイリーが主催してる地味な仮装、はい、地味なハロウィン、はい、毎年出てますからね、はい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 、僕いや、本当はそれさ、もう言いたいよ、僕。地味ハロウィンも、お見事よね。俳優ね、大物の俳優、ね。あ、そうですね。大物俳優 M って書いた、うん、パネルを顔に貼って。うん、コスプレ、はい。テレビ画面で見るような状態が実際に。そうですね。はいはい。やらせてもらいました。いや、でも本当にすごいよね、だから。いやいやいや。多種多様なね。そうなんですよ。こうありがとうございます。何かにもう一個の力というよりは、そうそうそう。本当にいろんなこう、パーツが集まっている。で、見た目もね、やっぱりその、長嶋さん結構見た目の、こう、見せ方みたいのも気にするタイプだと思うので、ちっちさんってやっぱりこう、自分の見せ方。これだいぶもう、まあ、ね、髪の毛とかはもう天然ではありますけど。そうですね。もう、これ、初めて会った人に、
すごい髪型ですねって言われるんですけど、うんうん、その時にあのいやここにたどり着く前に爆発に巻き込まれちゃいましてって言うとほぼ受けます。あとねもうマキノちゃんね、はい、いつの時自分のパソコンモニター見せるか分かんないから、うん、クラウンドさんのところに行ったら、うん、ほうほうでパソコンモニターね、はい、壁紙あれにしてるんですよね。ああ、うん、サンドイッチマンにしてます。いや、それがね、絶妙なサンドイッチマンなのよ。絶妙じゃん。あれ、宣材写真だよ。絶妙ではないよ。でも、あれも100本ずつ、ね、あれも受けます ね、 ね。あの、なんかね、プレゼンするときに、画面を、一瞬映るからね。いや、大きい画面に、こう、つなげるときに、あの、最初にサンドイッチマンの画面、バンって出ると、はいはいはい、あ、すいませんこれ僕好きなんて言ってたら割と受けます、ね、けますそこでまず和むねのはありますね。実はその最初のつかみというか、うん、初対面の人とかあとみんなでこう全然関係ない会社のパーティーとか行った時もやっぱりね一番話せるというか、ね、ああそうですか、ねはいはい、割とそういうのも好きですね、結構こうインターネットでは希少な存在というかそう、はいはい、本当そうですね、そうですね、ありがたいです。だからなんかいまいちさその牧野ちゃんのさ、うん、良さ、うんうんうん知られてなくない知られるとこじゃないんじゃないですかね。いや、本当に僕、憤りを感じる。ちょうどみんなは知らないのかもしれない。そっか。筆が早いって多分。そうよね。わかんないと思う。うん、それプレゼントなんだよ。肘はかけない。かけようとしないでください。いや、でもあんまりその自分の、自分のいいとこってあんまり言えなくないですか。そうなんだよ。俺、筆早いねんとか、ファッションすごいやろとか。あ、そう。言えないじゃん。牧野ちゃんはいいのよ、だから。だから、他の周りの人が言うべきだったよね。まあでもね、なかなかこう、難しいかもしれないです ね、 そのプライベートの、その、うん、じゃあ飲み会で、うん、その時の笑いってやっぱりできるだけ僕らも避ける、ね、避けるというか、そうなんですね、みんなが親しみやすい笑いをするので、うんうんうん、それはあんまりみんなで自慢、ね、あれが良かったっていうのは、ね、褒め合う会はあんましないんで、ね、ちょっと違うかもしれない、ね、そうですね、やっぱりねそういうところが伝わってないのはもうしょうがないかもしれないですね。そうか、確かに、はい、でもそれを伝えてくれるのはこの今ラジオってことなんですかね。ありがたい。もう本当に僕ね、まんべんなくお届けしたい。まんべん、うん、これを聞いた方はね、うん、普段もちょっと感じ取ってもらって、はいはいはい、そうですね、実さんがこうツイートとかした、うん、なんかこうね弊社の企画とか見たら、ね、あこれ裏で実さん頑張って作ってるんだなっていうのを感じ取ってもらえれば。おっしゃる通りですね、はいはい、ありがとうございます。いや僕も長嶋さんには本当にいつ も、うん、もう感謝してる感じですね。あのもういつもなんだかんだで結構、はいはい、僕らの仲間って結構深刻な悩みってあんまり言い難いじゃないですか。割とおちゃらけてるんで、うんうん、なんででも長嶋さんは割と、うんまあ、普段こんなに行かれてますけどはいはい、はい、仕事面に関しては割と真面目なんで、ね、はいはいはい、ちゃんとした会社も経験してるしこういうことあったんですどうしたらいいですかね、はいはいはい、みたいなちょっと悩みは割と言ったりはしてます。そんな感じちょっとねいろいろね恩返しはしたいなと思ってて今日ねあのこのラジオの終了が決まってから、うん、僕がやり始めたことあるんですよ。おさしいおさしいわかります気づきました僕ねラジオ決まってから、うんうん、今日まで、うん、トゥワイス聞き始めたんですよ。泣いちゃったすごい ねトゥワイスめっちゃ今聞いてますよ僕。すごいねまだちょっとねそのそうそうその曲をまだ、うん、曲がいいなっていうので、うんうんうん、まだそこから入ってるんでちょっとメンバーが誰が誰だか分かんないのでちょっとそこまたいろいろね教えてほしいなっていうのもあるんですよ。なるほどね。いいねすごいね。またね新しいじゃあそうなんですね、つながりができちゃったかもね。マキちゃんやっぱハートつかむのうまいんですよね。なるほどなるほど。短時間でしかもはいはいはい。だからね分かってるんだよねそういう鍵がどこかっていうのは。鍵いっぱい持ってると鍵を。そう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 。はい、いや実際ね、TWICE やっぱめっちゃいいっす、ね。ああね、そうね。僕ほとんど K-POP は聞かなかったんですけど。はいはい、はい、今まで。いや、ずっと聞いてられるなと。ねえ。わかります。わかるね。すごいね。どの曲が好きなんですか、長嶋さんって。うん、いや、難しい問題で、ただ僕、キャンディーポップって、うんはいはいはい、ありますね。その時にちょうどね、仕事がね、忙しくて大変だったんでね。出た時。そう、出た時、はい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 。で、なんかそれでちょっとなんか元気出たっていう部分はあったから。応援歌だったんですね。そう、応援歌だったのよ。すごい元気にしてくれるのもあれば、はいはい、すごいかっこよさを突き詰めてくれたり、しっとりした曲もあって、はいはいはい、とにかく元気になる曲もあったりで、なんかね、本当に同じアーティストなのかっていうようなぐらい曲のパートが全然曲によって全然変わるっていう。なるほど。それがいいですね、あと日本と韓国でメンバーいるんですよね、うん、はい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 。だからなんかそのマーケティング的にもなんか、うん、日韓同時に攻めれるみたいなのがあるかもしれないですね。多分あのね
6人7人いるんで、もう推しがね絶対誰かにハマると思うんですよ、ね、なるほどなるほど、それまた教えてほしいです ね、 ねこれがいいこいつがいいみたいな、はいはいはい、こんな感じですかね。そうね、はい、ありがとうございます。もうじゃあコーナーも、うん、あコーナー行っちゃいましょう。はい、はい、今週のお姉ちゃん、はい、今週のお姉ちゃんでは長嶋さんが今週気になったお姉ちゃんをご紹介します。どんなお姉ちゃんがどんなところが気になったのかをレポートしつつ、うん、リスナーの皆さんからも気になったお姉ちゃんを募集しています。はい、今初めて対面で聞きました。あ、はい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 こんな感じなんです ね、 ね、空間を使うんだ、ね、空間使うんでましたね、結構空間を使うんでね、はい、なるほど、はいはい、でまあ、これね、毎回ゲストが来たら、そうですよ、ちょっと聞かせていただいてるんですけども、はい、チッチさんのちょっと気になるお姉ちゃんを、うん、そうですね、やっぱり、最近の会話を、長嶋さんと会話してて、はい、やっぱりもっと海外に目を向けた方がいいんじゃないかと思いまして、ちょっとね、うん、3人 の、 うん、あの海外のお姉ちゃんをちょっと紹介したいなと。概念、そうですね。概念ね。じゃあ、いいですか？あ、じゃあ、OK! ナンボレスゴー !This week's Hot Babes! 今週のお姉ちゃんって言った。素晴らしい。まず一人目なんですけど。すごい顔しただけだね。長嶋さんが。ミスター長嶋。はい。What kind of お姉ちゃん do you like? First, Super Lolita. Second, Super Happy Girl. お3、うん、スーパーセクシーガール。おー、ゲット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 。何？何？何ですか？グッド判定。グッド判定。グッド判定。文脈で言うとさ、牧野ちゃんって映画、うん、もうアホほど見てるから、アホほど、まあまあ見てますね。そこも多分ね、増資、増、ね、知見がめちゃめちゃ深い。確かにね。その全然知らないから、逆に長嶋さん。逆に知らないから新鮮かなと思いまして、ちょっと僕、映画とか結構見たり、はい、インスタグラムも割とフォローとかしてるんで、その辺からちょっと、特選、はい、海外情報、はい、デイブスペクター的な、そうですね、立ち位置で、まず一人目は、はい、アンゴーリーライスちゃんです。アンゴーリーライス、綺麗、あ、綺麗、これかわいい、16歳なんですよ、まだオーストラリア出身で、もうホープ、なるほどね、すごい透明感。最近で言うと、2016年にナイスガイズっていう映画が出たんですよ。これはなんか70年代を舞台にした探偵の話なんですけど、うん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 、ラッセル・クロウとライアン・ゴズリングが出てるんですよ。はいはいはい、はい。超有名、大御所の俳優2人を、に、もう、対抗するかのように、うんうん、もう重要な役で、このアンゴーリー・ライスちゃんが出てて。だって2、3年前だったら、この子だって、その時いくつよって話よね。もう15とか16歳。うわ、そんな感じで、もう今、期待の新星。で、スパイダーマン、ホームカミングにもちょっと出てます。あ、そうなんですね。実は、MJ の友達の女の子役で、はいはい、実は知らなかった、この感じですね。おー、綺麗、おー、綺麗、綺麗ですね。なるほどね。いや、でもちょっとね、このタイプの外国の方は見たことないかもね、うん、ちょっとこの、いわゆる若手の青春派みたいな、そうですね、まだキャリアは浅いんですけど、ね、これからっていう感じで。確かに長嶋さん映画全然見ないが、本当有名になった人しか見てないのかもしれないです。結構こう。なんなら今、ライアン・ゴズリングも知らない。知らない、知らない。僕多分、ウィル・スミスしか知らないかもしれない。ウィル・スミスしか知らない。一人でやってると思うんですよ、ね、ハリウッドの映画。あと、いわゆるそのシュワちゃんとか。はい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 。もう、ベタな、いわゆる、ハリウッド俳優イコールぐらいの、そう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 、ポスターにドーンと出るような。そうそう、あと、スピードの主役の人とか。キアヌ・リーブス。キアヌ・リーブス。違う違う。スピードじゃない。じゃあ、スピードのさ、うん、スピードのさ、スピードみたいなさ、やつ。島袋、ひろこ。いや、違う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 。スピード的な映画あるじゃん。え、スピード映画ってキアヌ・リーブス？キアヌ・リーブス。キアヌ・リーブスですね。めっちゃさ、来る。爆弾が仕掛けられて、80キロ以内になると爆発しちゃうから、うん、めっちゃ早く行かないと。車の窃盗団みたいなやつのスピードなかったっけ？あ、ワイルドスピード。あ、ワイルドスピードです。はいはい、一瞬スピードじゃん。いや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 、スピードといえば。全く違う映画が。で、それさ、スキンヘッドの方じゃない？確か。あ、ドゥエイン・ジョンソン。あ、はい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 。ドゥエイン・ジョンソン。ロック様。いや、違う違う違う。あれ違うんですか？あれ、ロック様のあれ。ワイドスピード出てますよ。はいはい、じゃあちょっと、後でちょっとすり合わさせてください。すり合わさせてください。なんだよ。なんだすり合わせ。今のがスーパーロリータ。はいはいはい、はい。もう一人が。かわいい、これは。セリーヌ・ファラクさん。はいはい。セリーヌ・ファラク。えこれ、どこの国の方？これアメリカ出身の。
まだ21、2くらいの。めっちゃ綺麗。歌手ですね。あ、歌手なんですね。はい、めちゃめちゃ美人。セリーヌ・ファラックさんです。歌手なの？あの、表記ってファラッチになるかもしれないですけど。はいはいはい。セリーヌさん。すげえ。はい。これも結構、音楽配信サービスの Spotify でも結構フィーチャーされてる。割といい。今、注目されてる。ちょっとこれは早速チェックですね。で、日本めっちゃ好きで。あ、しょっちゅう来るんですよ。ちょっと。で、日本の女の子のファンも多いみたいな。へぇー。私連れてってあげたらいいじゃん。確かに。いや、肉は国境を越えますからね。言葉を越えますからね。ねえ。ねえ、はい。すげえじゃん。すげえじゃん。でも、これはめちゃくちゃ、他のカットあるんですか？あ、すごい！めっちゃ綺麗。ね、そうなんですよ。ちょうど日本人好きしそうな。そう、ね、日本が大好きすぎて、日本来るときに、うん、この時間、この日のこの時間に、うん、空港着くよっていうのをインスタントストーリーで言うんですよ。そうすることでファンが来やすくなるんです。ファンにもちょっと会いたい感じがあるんですね。ああ、すごい綺麗。あ、確かにね。はい、すごいね。ホームズの CM にも起用されてて。そうなんですか。実は。本当のホームズくんいる。全然知らなかった。実は。いや、これ、これインスタやってる子？インスタグラムやってる子。もう、これはもう、フォローしますね。100万フォロワーぐらい。やっぱすごい。すごい、はい。で、アメリカでももちろん人気ですね。人気ですね。はい。すごい歌手としても成功して、こんな美人で。ちなみにこれ、ネトラボで知りまして。うん、はいはい、はい、あ、ネトラボ、こんなセリーヌさんの記事書いてるんだと思って、うん、書いてる、記事、ライター見たら、マッハ・クショマスって書いてました。殺すよ。なんでですか？教えてくれたわけでしょ今。クショマス。クショマス経由で今来てるわけです。クショマスが僕に教えてくれ、それをな。いいことでしょ。頭が、ね、殺すぞってなってる。今のところどうですか？いや、めっちゃいい。でもね、僕ね、二人目の方の方が結構この、ね、セリーさん。ちなみにさ、二人目さ、最初の英語の時なんて言ってた？はい、え？あ、スーパーハッピーガール。あ、ハッピーガールなんだ、確かにね。いや、ほんとね、元気なんですよ。なるほどね。もうね、笑顔しかないっていうね。素晴らしい。インスタの写真とかもね、ほんといいんですよ。これ、マキちゃんのさ、このさ、うん、写真チョイスも、すごいね。確かにね。確かに、この、今3つ見たの、うん、それぞれ良さがね。そう。違います。全部違うもん、うん、全部違う。ちょっと最初のやつはちょっとプライベート感があったりとか、ね。そう。これもいいですね。いやいやいや。いや、ほんとね、まきちゃんプレゼン上手だよね。確かに。俺はディレクターとしてのね、力を持ってるっていうところで。プレゼン力ってやっぱ、ディレクターの中でも。めちゃめちゃ大事だから、ね。これ随一また。うん。ね。いや、そう。ありがとうございます。ここでまさか生きてくると。3人目。はい。3人目はスーパーセクシーです。ね。これ気になる。今までもなんだかんだ言ってね、はい、2人目の方とかもセクシーでしょ、ね。セクシーね。いや、もっと、もう日じゃないです。あららら。エミリー・ラタコウスキーさんです。何めっちゃ綺麗じゃん。あら。いやね、この人はもうね、ほんとすごいんですよ。ロンドン出身のファッションモデルで、うん、映画にも出てるみたいな。はいはいはい。で、なんか、その女性の権利を主張するみたいな団体にも入ってて、はい、なんかその、割とそういう精力的活動もしてる。なるほど。なんですけど、うん、とにかく、エッチ。おー、すごいね、セクシーだね。これ今年のハロウィンに、これ何度仮装ですか、ゲームに。これね、恐竜100万年っていう映画の、映画のコスプレです。なるほどね。でも、はい、なんか、お見事なのがさ、セクシーとはいえ、ちょっとかっこよさがちょっと出ちゃってるね。かっこいいんですよね。かっこいいのがね。で、なんていうんですかね、もうちょっとね、うん、この人は、ちょっともう、整いすぎてて、顔とかも体とか体型とかも。なんでもう、ちょっと別次元のレイヤーで、ちょっともうその辺がちょっと逆に面白くなっちゃって。それもすごいいいですよ。ほら、もう。わ、すごいね。すごい、もうなんか絵になりますね。そうなんですよ。もうね、ちょっとね、基本、海外のモデルって結構、華奢でスラッとしてるじゃないですか。でも、爆乳ですよね。確かにね。そっか。それを売りにしつつも、あ、なるほどね。売りにしつつも、逆に、セクシーすぎて、うんうんうん、なんか、逆にその敵役、映画の適した役が見つからないぐらい結構。ああ、なるほどね。ちょっとそこがもう邪魔してるんだ、逆に邪魔してるぐらいのごっくんボディであると。なるほど。女優がメイン、モデルの方がメインなんですかね。基本はモデルで入ってて、ね、最近映画の女優にも出るみたいな。そうですね、適した役があると。もうね、ほんとそうですね。抜擢されたといえば、デビッド・フィンチャーのゴーン・ガールっていうので、はいはいはい、ベン・アフレックと不倫をする愛人の役としてる。はい。その魅力的な女性として出てくると。なるほど。はい。あ、綺麗だな。いや、ほんとね。すごいな。全部整ってるんですよ。確かに。絵になるな。はい。かっこいいな。すごい。
これどうですか。いやこれはもうちょっと超えちゃってるね、うん、あ確かにね。あ次元超えちゃってるわ、はい、トップレベルも世界のトップレベルでしたね。もうこれは本当もう、ね、そうですね、インスタグラムのフォロワーも2000万ぐらいいますし、うわわ 3人目の方、そうですそうです。頭下げて。でもこのエミリーさんの投稿に対して、うん、セリーヌさんがいいねをするっていう、あらそこ繋がってるんだ。してます。一緒に大衆園いけるね、ということでね、さらにまあ2人ぐらい焼け全然焼けますもんね。できる、すごいね。カッチョついてきた。そしたら僕も食べていいんですか。全然英語喋れない肉食ってるだけですけど僕大丈夫ですか。以上、その。いや、もうこれちょっとお見事としか言いようがないからね。確かにこれは全然まだ知らないところから。全然知らなかった。ね、ちょっとその辺も開拓してほしいなと思って。いや、そうね。ちょっとご提案させていただきました。この前も言ったんですけど、僕ね、ちょっと今週のお姉ちゃんに関しては、うんうん、ちょっと頭打ちが来てるというか、っていうのは、やっぱりこの前決算を迎えて、割とね、いろんな方をご提案いただいて、はい、ちょっとね、すごいね、もうちょっとこれ、できちゃったかなと。自分の中のお姉ちゃんと、はいはい、だったんですけども、うん、なんかね、ちょっと、こんなプレゼンされたら。確かにね。まだまだ全然。知らねえ世界いっぱいあるんだなと。あるっていうね。そうですね。そうかもしれないです。普通に女の子、普通に日本人の女の子紹介しようと思ってたんですけど、うん、いや、違う。何か違うものを提案しないと。確かにね。キャップはお喜びにならないぞと思って。キャップが今お姉ちゃんにもちょっとね、こう飽きてきてるというか。え、飽きてるんですか。せっかくプレゼンしたのに。怒られちゃうからね。いやいやいや、ちょっともうね、決まっちゃったから。情報が来すぎてるのかもしれない。そういうことなんです、そういうことなんですよ。今年度はもう決まっちゃったから、もう。そうなんですよね。もう来年度の話ですよね。そうそうか。今、10月、11月からまた新たに。そうですね。誕生日以降。そうそうだ。いや、でもこれね、もうこれもう本当に言わずもがな認定です。ありがとうございます。うん、で、これちょっと思ったのがさ、うん、ちょっとこの前も喋ったんですけど、僕映画全然見ないじゃん。はいはいはい。で、この前さ、紹介されたのが、ロック様。はい。ドウェイン・ジョンソンですね。そう、WWE の僕プロレスラー見てるから、ロックさん知ってたんだけど、いわゆるプロレスラーが今すごい俳優として活躍されてるんですよね。そうですね。うん、ドウェイン・ジョンソンはもう今は俳優1本ぐらいの感じでやってるし、うん、今年も3本ぐらい。そうですよね。主役張ってる映画も。うんうん、めちゃめちゃ人気ですと、はいはい、超人気です。で、もうツイッターのフォロワーとか、インスタだったかな、多分ね、億ぐらいいるんじゃないか、下手したら。はい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 。で、その規模ですね。そう、スキンヘッドでムキムキで。うん、となると、うん、僕さ、ムキムキになればさ、うん、いけちゃう？まあね。うん。形だけはね。まあスキンヘッドはみんな慣れますけどね。そうですね。自分だけの。ムキムキにも慣れますね。ムキムキ。てか、確かに。別に、まあ、すごいね。すごいか。まあでも、うん、まあ近いとは思いますけどね。うん、だからちょっと僕ね、うん、ちょっとムキムキになって、グローバル展開なるほどね。うん、ちょっと目指したいかなと。お姉ちゃんワールドツアー。ワールドツアー。ありえる。うん。それちょっとマキちゃんのちょっと見て思っちゃったからな。なるほど、うん。夢があるとまだまだ。うん。そう。世界の広さ。広さ。そうだってロック様だってまだ 40? 後半とかでしょ。まあまあそうですね。で、もうだから全然。それであの体維持してるんですかね。そう。うん、そうすごいですよ。あるかもな。ケンスケ長島としてね。おっしゃり様。ザおっしゃり。ザおっしゃり。ザおっしゃり。おっしゃりなんで字ですね。字おっしゃり。字おっしゃり。おだからね。でもさ、字がつくのちょっと変だ。ムキムキになったらまたちょっとモテも違ってくるよね、多分ね。確かにね。まあ、ね違う層からのモテがどんどんだから、ね。それこそもう本当にね。そういう海外の方からもアプローチがあるかもしれないわけですね、うん、それこそセリーヌさんからそう、ねね、ミスター長島って、うんね、いいね体重円を探してるマップとか見せてきて、うん、いいですねたまたま道であいいですね僕エスコートしてクーポンを見せてセコそこはセコいあんまマッチョになるとこうそうね行きづらいかもなでも、ね、脇が締まらない脇が締まらないロック様ぐらい前になったらね確かにありますありますかじゃないかもな、はい、うん、いやいいなありがとうございますいいね頑張ってほしいですねいやいや本当そうですねじゃこれからじゃあ本当にバリクソ鍛えて、うん、ちょっとこれはね本当に鍛えようと思って、はい、で鍛え上がったらちょっと朝黒くしてそうなんですね順番あるんですねそうそうそうなんかね同時じゃないんですかそれちょっとこの前ちょろっとさ喋ってたらさソルザン君がさ、うん、なんかうさんくさい教材言ってるなんかセミナーの人みたいにならないでくださいみたいなこと言っててあ今のまま黒くなったらですね黒くなってるから確かに
なんか、小杉君がね、僕のことをめちゃめちゃ怪しい人だと思ってるっぽいから。まだ警戒してるますからね。何売られるかわかんない。なるほど。そこの順序ちょっとしっかりちゃいとね。なんかね。まず白くてムキムキ。そこから焼ける。朝黒く。なるほど、なるほど。わかりました。歯も白、歯は真っ白にしたいですね。あ、なるほどね。そっか。まあ、全部ね、金にして、文字入れてもいいですけど、ね。なるほど、なるほど。はい、おっしゃりって、ね。おっしゃり。おっしゃる通り。上海通りって、ね。いいですね。夢が広がる。夢が広がるな。はい。じゃあ、こんな感じで。うん、じゃこれも認定ということで。もちろん、もちろん、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、次のコーナー、お願いします。はい。聞いて、おっしゃるキャプテンやで。聞いておっしゃるキャプテンは懐の深いおっしゃるキャプテンとなった長島がリスナーがただ我々に聞いてほしいことを募集してただ同意するコーナーです、うん、エコーが強めにかかりましたね今だいぶ長かったんだね、はい、読み始めるまではい、はい、というわけで、来ております、はい、深しいもさんですね、はい、はい、私は32歳既婚女性です、うん、昨夜のことです。私は夫より早く寝始めて しまいました。ほぼ寝つかんとした時に一瞬意識が、うん、戻り体勢を変えました、うん、その刹那放屁してしまいました。おならをね、はい、普段夫の前では放屁はもちろんのことあくびの顔は見せない、排便と排尿の時間をできる限り同じにし排便を悟らせない、うん、不細工にしかなり得ない表情や体勢は取らないなど気をつけています、うん、このため放屁がかなりショックで血の気が引き眠気も覚めてしまいました、うん、しかし起きるのはあまりにも気まずいためそのまま寝たふりを決め込みました、うん、音が寝ているのか気配と音でそっと確認しましたが完全に起きていました。タブレットを操作する音が聞こえ間接照明もついています。あ、もう聞かれたんですね完全に、はい、さらにその後間接照明を消していました。あら、はい、9割方寝ている状態ですので、うん、生理現象などコントロールできるものではないと自分に言い聞かせなんとか眠りましたが起きてもまだ寝落ちしていましたと、うん、あ、気落ちしていました、うん、夫は何事もなく接してくれましたが気づいているのに言わないようにしている気遣いがひしひしと感じられ、うん、それはそれで大変いたたまれないです、うん、このまま夫が知らないふりを貫いてくれるなら私にとっては一番優しい選択肢だと思っています。ここで寝ている時の女性の方が果たして本当に仕方ないのでしょうか、うん、仕方ないとするのは前でしょうか、友人から同じ話を聞いた時はコントロール感にないのだから仕方ないと、言われましたけれども、うん、さらに私は大腸の病気も最近患っていて、お腹を痛みやすいガスが溜まりやすいという性質もあります、できれば寝ている最中の方が仕方ないと肯定していただきたくこちらに投稿いたしましたと、うんうん、はい、いやね、これ有識問題です ね、うん、ね、ちょっと病気になってるってなるとちょっと余計にですね。余計ですよ、ね、こんなの本当に、うん、余計ですよ、そうですよ、ね、まあ、意見を余計みたいに。いやこれさ、うん、あの、はい、多分これおならをさ、うん、しないっていうのはその旦那さんが冷めるんじゃないかとか、ひょっとしたらあるのかもしれないですけど、うんうん、これ冷めるんですかね、うん、どうなんですかね、しかも結婚してるんでしょ、ね、うん、まあそれまでしてなかったってことですよね、結婚するまではもちろんってことですよね、うん、どっちもいいですけど ね、 ね、僕はね、そうそうそう、あの、結構顔面で屁こかれても大丈夫、あのね、うん、大丈夫かも、あ、そうなんですね、あの愛してる人の屁なら、あ、はいはい、うん、顔にうんこぶつけられても、うんうん、いやだからうんこって言えば、それはダメ、それはダメなんですか、ダメダメ、うんこはダメ、うんこダメ、おしっこ、おしっこダメ、おしっこダメか、おしっこダメだし、おならおならだ、ね、まあ、大丈夫、うん、おならでもうんこちょっと出ちゃったフラッチョなんですけどちょっと本当に意図せずですよ、そうさ、それはさ、その、はい、状況としてはさ、生ケツの絵を描くってこと、生ケツの絵ですね、それはちょっとあれかな、起き抜けですせめ て、 寝てる上にパンツとかさ、ズボンとか履いてるでしょ、絶対、いやいや、絶対じゃないでしょ、それは、うん、そうですよ、ね、なんで絶対って言ったんですか、確かにごめんなさ い、 いや、ただね、これあの、そのそう、それで言うとさ、はい、屁を思いっきりするっていう快感ってあるじゃないですか、うんうん、まあ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 、変にね、うん、我慢するよりね、そう、はいはいはい、だからその我慢と引き換えに得るこの男性からの行為、うん、とこの屁をしっかりできるみたいな、そのトレードオフとしてはちょっと弱いかなと思っていて、うん、つまりそうトレードオフで我慢、うん、つまりですね、屁をこいて、僕は本当にいいと思います、これはもうちょっと結論から言っちゃうと、うん、ね、うん、特に好きな屁の人の屁は、好きな屁の人の人好きな屁から入った人はもういいでしょ、どうせでもいいと思うのよ、はいはい、うん、僕はもう家具、ね、好きな人の屁は家具、鍵に行くんですか、鍵に行くっていうのはこれ一番あの男とかこと僕が、はい、
特別屁こいてたのかなと思ってたんだけど、うんうん、多分そんなことなくって、うん、みんな平等に屁こいてるんですよ、胃の状態ですよね。そう、そうですよね。だとしたらもう本当にみんなで、うん、あのこいていかないと、みんなでこいてる、うん、団体を作って、そうそうそう、特にさ、このいわゆるこのパブリックなこういう仕事場だったら、うん、みんな我慢するじゃん。それはそうですね。せめて家の中だったら、うんうんうん、ちょっとこけるような状況にしてあげられとはいはい、はい、そこが唯一のプライベートの空間ですから、ね、そうなんですよ、うん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 、これ、ね、マキちゃんどう思います？確かにどうです？僕も全然大丈夫ですね、はい、うん、むしろもう長嶋さんと同じように鍵に行きたい、はいはい、てかむしろ聞きたい、ね、なるほどね、それあるよね。うちの奥さん全然こかないんですよ、うん、じゃあトイレ行ってみたいな感じしてるんですね。何をどうしてるか分かんないですけど、ね、聞いたことはなくて、だからむしろ、はい、そんな濃くならその音聞きたい、ね、確かにね、はい、それ奥さんには言った？言ってはいないですけど濃くなら聞きたいって言ってはいないですけど、そのいつじゃあそういうもし封印だとどうするのかなとは思います、ね、それはありますからね。でもいやでも出たとしても全然、うん、そうよね、お出ましたねってなりますね、別にね、素晴らしいってなります、ね、確かに、はい、だってそれがめちゃくちゃ大事な時にこいちゃったらめちゃくちゃ恥ずかしいわけじゃないですか、うん、初めて聞かれたんですよ、うん、じゃあもうどうでもいい時にとりあえず初めて聞かれた恥ずかしさはね、解消しといた方がいいと思うんですけど ね、寝てるし二人っきりだし、まあ、うん、そうよ ね、あと結構うちの奥さんの家族が割と女が妹さんもいるみたいなんですよ。なんで結構そのへをこかない家の空気がしっかりできたらしくて、あ、なるほどね、だからそもそも僕がこくのもあんまりやっ、確かにそれはちょっとそうかもしれないですね、はい、それは奥さんと2人で住んでるその空間でも、あ、そうです、そうです、あ、本当に結構嫌がりますね、へえ、だから静かにスッと、あ、濃く。なるほどね。それか遠くに行って濃くみたいな。そうよね。はい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 、はい。のありますね。あ、なるほどなるほど。じゃあまあ。全然いいでしょう、ね、全然いいと思いますね、本当に。別になんか言ってくれてるわけじゃないですもんね。うん、うん、そうそうそう、そう、ね。そんなに気落ちすることはない。ね、うん。どんだけ結婚されてるんですか、これ。なんか、結婚何年目とか言ってました？結婚も含めて10年以上一緒に暮らしてます。だからまあ同棲してたんでしょうね。同棲してたね。全く問題ないですね。ね、はい、ね、うん、なんなら聞いてるんじゃないですか、本当に寝てる時の音圧とか、 ね、 かね、うん、だったら確かに確かに、うんうん、ね、ね、逆にそのね、旦那さんのやつは聞いたことないんですかね。確かに確かに、ね、その辺も ね気になります ね、 ね、いやでも全然もう何落ち込むことがあるって話ですね。ね、本当にそうなんですよ。うん、まあ、旦那さんもよく分かんなかったのかもしれないですね。同棲していいかね。そっかそっか。あんまりちょちゃちゃ入れるとね、へこむタイプの方なのか。そうね。ね、だったら気づいてない感じなのか、うん、もう何ともない感じにするのか、ね、はいはいはい、いろいろありますけど、まあ、軽く言ってもいいかもしれないですね。あの時、うん、お鳴らしたけど。はいはいはい。ね、それかもうどっかでね、こいちゃうとか男の方が、ね、そうね、先にバッこいちゃって。確かにね。ね、聞かせる、めちゃめちゃ聞かせる、確かに、はいはい、男のエスコートも大事だね、そうですね、難しいですね、なるほど、うん、でもこの人の名前不可思議もですよねそうですね、もうだいぶ恥だと思ったんでしょうね確かにね私のようなもんはこの名前で生きていくと思ったんでしょうね、いや全然大丈夫だと思いますけどね、いや本当にそうですね、うん、大丈夫大丈夫、こういってなんぼですよ、本当に、うん、ね、そうですね、いいんじゃないですか、うんこする子だってあるでしょうしね、今後ね、そう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 、年取ってったらね、うん、いや本当そうですね、ね、おしっこ漏らしちゃったりとかね、うん、どんな状況いや、まあ、老後というかね、うん、どん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 、いやでもそうですよね、そうですね、緩くなるとね、うんうんうん、はいはいはい、じゃあ長嶋さんはへはか顔にかけられて大丈夫、大丈夫誰でも誰のものでも、うん、誰のもんでもいいんだ、その辺のおっさんの部屋でも、でもまあそこはさ、ちょっとその誰でもいいって言ったから失礼します失礼しますって言ってずりって脱いでしても、まあでも女性がうんこ出てきたら怒る、怒る、女性でも、いや女性は、うん、あのワンちゃん OK、 ワンちゃんワンちゃんワンちゃんは OK、 ワンちゃん、いや王さんじゃない、王さんはある、王さんある、そっかそっか、じゃあ、うん、そこまで OK、 どおしっこはダメ、おしっこダメ、うん、難しいな、難しい、でもね、うん、いやちょっと簡単だよこれなかなか、じゃあちゃんとラインが決まってるわけですね、そうです、はい、じゃあ、これは
つまりおっしゃる通りということで、はい、おっしゃる通りでございます。はい、はい、ありがとうございます。肯定してるってことはおっしゃる通りですね。おっしゃる通りですね。はいはいはい。ラジオ言ってる前に言っちゃってる。では今週の姉ちゃん聞いておっしゃるキャプテンやぶさかどっちというコーナーでリスナーの皆さんからお便りを募集しております。おもころ記事内のメールボックスからお送りください。またコーナー関係なく普通のお便りもどしどしお送りください。はい、お待ちしております。うん、はい、言うてる間にエンディングトークでございます。ゲストのちちさんいかがでしたか？あ、もう楽しかったです。ありがとうございます。なんかもうすごく気持ちよくなりました。ね、いや嬉しい。いいんですかこんなに褒めてもらって。なんかそういうやつなんですよ。牧野ちゃんってさ、フォロワーからはなんて呼ばれてるとかってあるんですか？やっぱ牧野さんなんですか？あ、そうです、牧野さんとかですね。フォロワーからもちっちさんとか、はい、牧ちゃんって呼ばれるのはどうなんですか？牧ちゃんとはなかなか言われないんじゃないですか？やぶさかかやぶさかでないで言ったら、うん、やぶさかではない。なるほどね。優しい。はいはい、まあ、あだ名ですからね、言ったら。そうっすね。まあまあ、でも全然何でも。結構、まきちゃんもさ、イベントには、結構来てくれてるんで。はいはいはい、はい。ちょっとフォロワーさんもね、本当にいろいろ声かけてほしいですよね。多分ね、まきちゃんクラスのフル株で、ちょっと体格もでかいじゃん。はいはい。声かけづらいってのあると思うな。僕、まきちゃんに対して。言ってるんですかね、みんな。うん、ちょっと、うん。確かにそう、あって、隣であって気づいてすいませんって行くよりは、もう遠くから、うん、あれ、沖野ゆきさんだって分かるんで、ね、うん、声をかけに行こうかなっていう、こう、一個ね、ありますね、気持ちのノリが必要なんで、そうですか。そういう意味では、あるのかもしれないですね。かけづらいと思ってる人ももしかしたら。こんなに親しみやすいみたいな。本当はね、そうなんだけどね。ね、だからちょっとコーラを機にちょっとマキちゃんにもね、ガンガン声かけてもらって。ガンガン声かけてもらうのもね。結構ね、外で声かけられることは、あ、はいはいはい、ままありますよ。なるほどね。こういう見た目なので。そうね、目立つから。はい。そういうなんで、そういうのは全然 OK なんで。なるほど。むしろ声かけられたいぐらいなんで。嬉しい。全然嬉しい。僕が嬉しかった。そうね。嬉しい。いやいや、嬉しいですね。そういうのが多くなるとね。そうですね。見かけたらぜひお声を。じゃあ。そうね。今何々駅にいましたよねってリプライは怖いです。確かにね、意味が分かんない。裏のことを知りたいですからね。確かに確かに、ね、せめてこっそり本当に、そうですね、ね、DM なりなんなりで。あ、そうですね、それはありがたいですね。じゃあそんな感じで、はい、次回のゲストの、うん、はい、次回というか再来週ですね、はい、第、26回かな、うん、はい、うん、はい、ゲストお願いします。はい、これはですね、フレッシュボーイの、フレッシュボーイ、はい、はい、やすみのくんです。おお、はい、これですね、今ラジオのイベントだったりですとか、最近そのビオロさんの提供であったその現代アート展のイベントとかでもちょっと手伝ってくれた、うんうんうん、で、方なんですけれども、おもころライターね、最近入って、はい、そう、僕ね、彼新潟出身で、僕も新潟出身で、まあ、同郷なんですよ。はいはいはい、なんか僕は結構可愛げあるなと思っ て、なるほど、はい、そうですね、うん、ちょっとね、うん、そこでぜひ来ていただきたいなと。なるほど、新潟トークに花が咲くかもしれないですね。僕も結構会社とかで会うんですけど、あんまり深い話はしたことないんで、うん、ちょっと長島さんがね、その休みの良さを引き出してもらえると嬉しいなって感じですね。マキちゃんのさ、そのバトンの渡し方、うん、すごいよね。リアチェーンナイスバトン。うん、なんかこの前ね、僕と松岡と、うん、ドラフト会議見てたの、野球の。ああ、野球のね、はい、はい。マキちゃん野球全く知らないのに、はいはいはい、これってつまりこういうことですかっていうのを、はいはいはい、僕と松岡の会話が弾むような感じの相手を入れてくれてて。なるほど。アメトークで言うホトちゃんみたいな。いや、ほんとすごいよ。なるほどね。いやね、その顔が見たくて。ちゃちゃ入れてるぐらい。いいこと言うねっていう顔が見たいんですよ。すごいいいこと。だからちょっとね、いろいろね。すごいな。めちゃめちゃ接待されてますね。確かに、接待された。なんか、めちゃめちゃこういう風に人ってダメになっていくのかな。ダメになってるわけじゃないでしょ。大丈夫。TWICE の話でも言うとね、まあ、確かになんかそのファンクラブに入ったみたいな話もした時に、うん、はいはいはい、スマホ版と PC 版同時に入ってるみたいなこと言った時に、はいはい、それなんか意味あるんすか2つ入って嬉しそうにね、これ入るとねみたいな。ファンクラブのなんかライブのチケットが早く手に入るんだよねみたいな。そんな感じで、ね、もうツボをついていきたいと思います。今後どんどんじゃツボついてもらって。いや、ありがとうございます。本当だよね。はい、じゃあこんな感じですかね。はい、はい、じゃあ最後一緒にお願いします。あれですね、はい、では来週も言うてる間に言っちゃってる。